さんこんにちは、青空 TV の葵です。川おイエーイ。今日はこちら紹介しようと思います。よいしょ、呪術廻戦プチラマ卓上領域展開全4種ワンボックスで買ったんで全種類入ってると思うんですけど、まあ配列と気になるんで1個ずつね開けていこうと思いますよ。はい、まずはこちら一番右手前から開けていこうと思います。はい、じゃん、五条先生。五条先生が右手前にいらっしゃいました。後で組み立ててみましょう。はい、続きまして右奥、こちら開けてみましょう。はい、はい、お願いします。よいしょ、お、これはスクナね、そうですね、ちょっとね顔見るまでね分かりづらいですけども、スクナになりますね。これもね後で開封しますよ。はい、続きまして左手前ですね、こちら開けていきます。はい、あ、イタドリユージくん、そうですね、イタドリくん出ましたね。やはりね前なんでね、主人公いて一番人気がいてって感じなのかもしれませんね。うん、これも後で開けていきましょう。はい、さあ最後、そうするとねこちらが、伏黒くんですね、はい、これで全4種になります。あ、いいですね、開けて早く見たいですね。玉剣いますよね、じゃあ開けていきましょう。はい、ということでね完成しましたね。はい、伏黒くんから見ていきましょうか。はいね、伏黒くんいいですねこれね、玉剣ね、玉剣いて、伏黒くんも後ろね、オーラじゃない、呪力かね、発生しておりますね。うん、かっこいいワンシーンになってますよ。はい、顔もね、なかなかかっこいいね。どうですか、顔なんか見てて。うん、かっこいいね。うん、ね、玉剣もね、すごいね、顔がなんだろう、目が細いね可愛らしい顔になってますよ。2匹いるのがね、いいですね。はい、なかなか珍しいこのスリーショット。続きまして板取くん行きましょうね。板取くんもこれね、殴るでですね、黒線かなんかでしょうかね、これね、うん、勢いがありますね、飛び出しそうな。どうだいこれは、すごいよね。うん、手からねまたね呪力がね発生してますよ。うん、エフェクト的なのがね、伏黒くんもそうですけど、あるのなんかかっこいいですよね。うん、でこのね下も集中線っていうんですかね、勢いがある感じ、これがまたいいですね。うん、続いてスクナでございますね。はい、後ろにもねありますよ。結構すごいね、しっかり細かくできてるよね。うん、まがまがしい感じ、お口もねありますよ。ニンデスクナも相変わらず悪い顔とね。はい、そして最後ですね、こちら五条先生なんですけど、ここにジョーゴちゃんがいます。ジョーゴちゃんがいますよアニメのねワンシーンですねこれもね。うん、ね、これね後ろにね遠巻きにいるのがイタドリくんね、見学中のイタドリくんですねこれね。はいまあでも前のねプチラマネズコのやつでもねこんなシーンありました。ネズコがいて後ろからねカナオちゃんがね追いかけてきますよっていうね。はい、うん、それとね同じような感じですかね、遠近法使ってございます。うん、かっこいいね五条先生ね。うん、あおいさん、こちらですね左から見ていって左前、左後ろ、右前、右後ろという順に並んでおりましたよ。箱にヒントがあったのかもしれませんね。今回は、メガハウスさんから出ました呪術廻戦プチラマ卓上領域展開全4種とね、前回購入しました鬼滅の刃のプチラマ4種を合わせて紹介してみましたよ。はい、いかがでしたか。うん、楽しかった、組み立てるのとか。あ、組み立てるのとか、特にどれがお気に入りかな。伏黒くん&玉剣可愛かったですよね。それでは皆さん、次回もプチラマでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。